日本ではジョン・テンタとして名を馳せたカナダの大地震アースクエイク。アースクエイクといえばハルク・ホーガンとの抗争、これは日本でもあまりにも有名なことであります。北尾とは大相撲では後輩、プロレスでは先輩に当たるこのアースクエイク、意志とプライドがリングでスパークしそうであります。ゆっくりと背中にサンダーのマークを引っ提げて、アースクエイクが、ジョン・テンタが今リングサイド、アースクエイク、ジョン・テンタ、このレッスルフェストイン東京ドームの前哨テンプス前哨戦とも言うべき WWF レッスルマニア7では天竜とのタッグでデモリッションズと対戦、肘打ち3連発を的確に叩き込んで先手必勝のパターンから始まり、天竜とのコンビネーションもよく4分15秒でホール勝ちという完全勝利で WWF 看板タッグチームをマットに沈めている北尾浩二が今カメラを捉えました。大きく自ら深呼吸をするかのように、天竜率いるエボリューションの基本思想に強く影響を受けた北尾浩二が小走りにリングサイドに現れました。30分一本勝負、北尾浩二対ジョン・テンタ。リングのほぼ中央、左手を出して独特の北尾ポーズ、ファイティングポーズ。この東京ドームをテンタ、そして浩二という北尾というファンの声も二分割されています。いやー菊池さん、はい、この北尾浩二とアースクエイクも我々プロレスファンとしては見たかった一戦ですよね。今日のもう目玉カードの一つですよね。元横綱と元幕下、まあプロレスではテンタが俺が横綱だと言ってますし、二人とも意地をかけての対決ですからね。テンタ大きくなりました ね二回りぐらい大きいですね、うん、これだから口でもしのごの言ってないでもここでね、はい、決着つけるしかないですもんね。アースクエイク、ジョン・テンタ、身長196センチ、公表の発表では205キロということになっているんですが、佐藤明夫さん、はい、このジョン・テンタ205キロとは言わないでしょうね。いやー彼の場合ね、顔が右手ガッツ、体重分かりませんよ。まあ本人も実は昨日私個人的な取材をしましたら体重計が測れないんだというふうに言ってましたね。そうでしょうね、200キロ以上出ちゃったらもう。まあ、一方の北尾浩二、2メートル、身長155キロ、今度は場内がアースクエイク、ジョン・テンタ。いや今日のテンタはものすごい気が入ってますね。と言いますと、こういうあのガンガン行く試合っていうのはねあんまりやりませんよ向こうで。まあ行きますけどね、もっとあの時を見て行ってますよ。いや、やはりこれはお互いの意地とプライドが激突してると言っていいでしょうね、岸さんね、はい、もう意地とパワーの激突ですね。それとやっぱりですね、ニューヨークで活躍した後日本に帰したのが初めてなんですよね、今回、うん、丸2年ぶりですからね。なんとなくお互いに力比べ、そしてどっちのパンチがどっちの肉の壁をえぐっていくのかという、そういう序盤戦、お互いにヒートアップしています。北尾浩二、ジョン・テンタ。テンタも丸2年ぶりの日本であの今までのテンタと違うぞというところを見せたいでしょうけど、北尾もこの去年の2月10日でにこのドームでデビューしたんですよね。丸1年経ってドームに帰ってきてその成長した姿をやっぱり見てほしいでしょうし、2人とももういろんな意地が絡んでますね。リング上では両者の力比べ、北尾とジョン・テンタ、蹴り打ち、サンダーキック、北尾がテンタを振る、ラリアット、浅い、ラリアット、しかし効いてる効いてる、踏ん張る、しかし踏ん張っているぞ、リングの中央、アースクエイク、ジョン・テンタ、まだ
回してその北尾のラリアートを十分に受け、まだまだいけるというジョン・テンタであります。相手も北尾がまだちょっと若いですね。まだ北尾が甘いですか？若いです。あそこですぐまた切り返すなり、なんかちょっと間を置いちゃったでしょう。そうですね、はい、これが北尾にちょいとブーイングが飛ぶとこなんですよ ね、 もっと畳みかけなきゃダメですよ。軽く肘をフィットさせていくジョン・テンタ、今度はウエストを絞っていって、これは佐藤さん、はい、ジョン・テンタの頭とそれから両の腕が北尾の溝打ちあたりを決めてるというところでしょうか。そうですね、あのシャバ折りみたいな感じなんだけど、お互い北尾選手やっぱり相撲出身ですからね、足腰しっかりしてますね。まあお互いにですね、相撲という土俵では北尾が60代の横綱、アースクエイクは幕下という。今アースクエイク飛びましたよ、ね、ジャンピングキックで。いや、あのアースクエイク飛び蹴りもやりますからね、この体重で。しかし着地の時は本当に自信が起きましたね。本当スリーパーホールドを締め上げる、締め上げるジョン・テンタ、アースクエイク場内落とせゴールですよ。まさに東京ドームの観衆はややアースクエイクよりと言っていいかもしれません。一瞬の静寂が戻ってまいりました、このビッグエッグ東京ドーム。締めに入るスリーパーの体勢を外してロープに振ってスモーラリアットが逆に膝、肘、エルボー、エルボー振って、今度はジャンピングリーパット。しかしまだフットが浅いですね。これは浅いです。バックドロップか、バックドロップか、アースクエイクをバックドロップ、いけいけ北尾蹴り、ちょうど脇腹あたりでしょうか、ミドルキック、今度は左のキック、そのキックを捉えてアースクエイクが投げを打つ、アッパーを取った重量級アースクエイクパワースラム。まだまだホールの体勢にはいきません。ロープの弾道を使ってエルボードラップ、ステークトラップ、まだホールの体勢に入らないジョン・テンタ、徹底的に潰すつもりですね。北を立てというところでしょうか。お得意のが出ましたね。北を立てという、北を立て、リングに立てというジョン・テンタのこの、あっ、ヒップドロップ、ヒップドロップ、カウント3つ。あれはですね、北尾選手はキックにこだわりすぎです。そう、あそこでやっぱりキックじゃなくてどんどん攻めなきゃいけないと思います。アースクエイク、ジョン・テンタのバーティカルスプラッシュ、ボディープレス。しかし今日はヒップドロップという18番が飛び出しました。そのヒップドロップの前に北尾浩二無念の涙、もう一回ご覧いただきましょう。リングのロープの反動をつけてヒップドロップ、そのままホールの体勢、3つのカウント。まるで空からなんか大王が降ってきたみたいな、ね、いやしかし菊さん、これあの意地とプライドの、はい、意地とプライドの激突を私言いましたが、はい、キャリアの点でやはりアースクエイク、はい、破壊力の上でも北尾、アースクエイクという感じでしたね。北尾にとっては言い方悪いかもしれないけど、いくつになったと思います。松浦さん、いかがでしょうか、インタビューお願いします。テンタ選手にこちらに来てもらいました、ジョン・テンタ選手はですね、この後この東京ドームに続きまして、また神戸でも、戦うことになっているんですね。その辺のことを聞いてみたいと思います。 You're a real earthquake, John Tenta. I beat Qatar tonight and I'm gonna beat Qatar again in Kobe and I'm gonna meet him anywhere else in JapanUntil he quits, until he doesn't want the earthquake anymore.
ルイジアナ州立大学時代からアバレスとして活躍。83年にはジュニアヘビー級の王者、その後来日大相撲入り、その後1986年2月プロレス界に電撃デビュー。アメリカのバンクを転戦し、1987年8月には UWA カナダヘビー級を奪取。日本ではパワーファイタージョン・テンタとして急成長を遂げ、最強タッグ結成リーグ戦では数々の名勝負を残しています。そして89年秋 WWF 入りを果たし、要請を受けカナディアンアースクエイクに改名しているわけであります。東京ドームのレッスルフェストでは北尾をヒップドロップで下し、まずは WWF のメインイベンターとしてのパワーを誇示しました。アースクエイクジョン・テンタがリング上。大舞台でデビュー。クラッシャーバンバンピガロとのデビュー戦は、巨体同士がぶつかるパワーサポート、新人とは思える戦いの中白星を収め、その年の11月正式に SWS 参戦を発表。このレッスルフェストイン東京ドームの前哨戦ともいうべき WWF のレッスルマニア7では天竜とのタッグでデモリッションと対決。見事勝ちを収めています。キングオブサンダー竜王北尾浩二がリング上。レッスルドリームイン神戸、今日の第8試合はジョン・テンタ対北尾浩二、45分一本勝負。すでにゴングは打ち鳴らされました。いや、菊池さん、雪辱戦、屈辱戦の一言ですね、はい、北尾はね、江戸の敵を長崎ならぬ神戸で打ってやるぞということですよね。東京ドームで実際この両者の第一戦をご覧になった牧さん、感想はいかがですか。あの試合面白かったのは、あのアメリカでヒールのですねテンタが完全にあのベビーフェイスになってですね、あの北の人気を上回ってたというのが面白いんですけど、まあ、この試合あの神戸でどういう反応がお客さんを示すでしょうね。北尾も自分のプライド、そして面目をかけてこの第2戦目に戦いをつないでいます。力比べでちょっと苦しそうな北尾、締め上げるのはジョン・テンタ。この戦いは WWF ルールにのっとって行われます。北尾はデビュー戦から30戦してるんですが、シングルで負けたの昨日で3つ目で、あのドームで3つ目ですからね。3つ目、はい、ビッグバンベーダーと天竜と熊井戸ですから、ビッグバンベーダー天竜は仕方ないと思うんですよ、うん、テンタに負けたのは悔しかったと思うんですよね。ベアハック締めの体勢に行こうというのはジョン・テンタ、こらえているのが北尾浩二。いやー、しかし北尾もですね、我々もその放送の最中にライブでお送りしている最中にですね、北尾にその、ま、負けはしたもののインタビューを申し込んでいたんですが、それを完全に無視して東京ドームではもう早々とですねどっかに消えましたね。早打っていったジョン・テンタ、まあそれだけに本当に外と遮断したかったという感じですね。そうですね、もう誰の顔も見たくない、何も話したくないということでしょう。今日の北尾の欲が恐ろしいぐらいにヒートアップしています。おっと、北尾怒った。北尾が放送席のテーブルを投げつけた。北尾が放送席のこのテーブルを投げつけました。この行動に全てが凝縮されていると言っても言い過ぎではありません。道場劇 KY 若松がやや背中越しに並べたという感じ、落ち着けというドン荒川の指示でしょうか。いやー、びっくりしましたね。これは北はもうヒールになってもいい、悪党人気でもいいと腹くくっちゃったんですかね。この辺を牧さんどう分析になりますか。そうですか、あのこういう北はもうナチュラルヒールですからね、根っからこんだけ存在自体でこんだけみんなから憎まれるっていうのは珍しいですからね。もっと徹底的にやった方がいいと思いますね。ジョン・テンタもちょっとこの北尾のラフファイトの片鱗を見たときにやや退いたか、それともやや本人としてはこの北尾をどう今日は対峙しようかというたじろいだ姿も伺えたジョン・テンタ。しかし張り手でこの流れをまた変えていこうということ。テンタも全日本にいるからちょっと気になるところありましたけど、あの WWF 入って張る方が病院送りにしたあたりから完全に自信つけてますね。
もうテンタとこのハルク・ホーガンというのは WWF ではドル箱のマッチと言ってもいいですもんね、はいはい、でテンタが悪役ですから悪いことばっかりしてますから北がいくら悪いことしても受けてくれるでしょうから、ね、なるほどね俺のはもっと悪いことできるよという感じで食ってますからねまだまだこの両者の睨み合いというのはおそらくヒール同士がぶつかる神戸と言ってもいいかもしれませんね、はい、何か非常にきな臭い雰囲気がしますちょっと蹴りを見舞っていった人お前とは本当にまともに戦えないよというようなそういう総理すら伺いますテントもちょっとヒートアップしているテントもなんとなくこれあの北尾がその要するにヒールで行くんなら、はい、俺も行くぞという感じですよ ね、 ほら、はい、この動きご注目いただきましょうレフリーがこれは大変レフリーが果敢にお互いに正当なファイティングで行ってくれよという感じで中に入ってますが2人とも先立ってますからねちょっとこれはレフリーも危ない状況ですよ WWF ルールにのっとって行われる2人ではありますがおそらくこれはルール無用の6メートル四方のジャングルと言ってもいいかもしれません北尾のこの表情ペンタの表情何かが起こる神戸ワールド記念ホールその一戦を迎えている北尾が睨むジョン・テンタ受けて立つまだ何も仕掛けないまだ仕掛けないどっちが先に仕掛ける北尾かテンタか北尾か北尾かテンタかさあどっちだまだ動かないゆっくりとその距離を縮めていって握ってサミングという感じですね、はいはいはい、サミング目をつくぞという目をついてやろうかというこれマキさん意外ですね北尾こんなのアメリカのプレスでは見られないような展開ですねいやテンタが怒っているテンタが怒っているテンタが怒っている口を開けてお前がそれならこっちもそれだという北尾は微動だにしません北尾の表情をちょっと映していただきましょう北尾非常に険しい表情をしている北尾のサミングかこの表情北尾無然たる表情でありますもうお前の目を潰してもいいそういう感じすら伺えますまだお互いに仕掛けませんお互いに威嚇している状況でありますリングのほぼ中央北尾かテンタか先に仕掛けるのはナックルを見舞うのは北尾か受けて立つテンタかまだ仕掛けないまだ仕掛けないお互いに熱いね視線蹴りだ蹴りで距離を置こうという掴んでいこうとするテンタに対して距離で蹴りでまずは相手に入っていこうという北尾この辺はやっぱり初戦のこの屈辱が教訓となっているという感じもしますね、はい、テンタが北尾の蹴りとはなんかかすったくらいだよっていうのジェスチャー見せてましたしね北尾やっぱり頭にくるでしょうさあ北尾はおそらくまともにお前とは戦えないお前とは全くまともには戦えないという状況この館内彼の場内は一斉にブーイングコールいやしかし北尾にとってみますとこのブーイングはエネルギーにしてもらいたいそういう気がしますこの神戸のお客様はあっとレフリーがやられた海のレフリーがない海のレフリーがいないということはレフリーなしの無法地帯かゴングが打ち鳴らされたゴングが打ち鳴らされた海のレフリーへの蹴りを見舞った北尾が反則負けかyou